真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者の。することぞ。風のように動け。さすれば刀にとらわれることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど、修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は
これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは？こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も間違いねえ。僕が早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ヒロキ殿、取れたての梅、今が売れ時じゃ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら読みの方には。その番じゃ。勝負事は相手よりも仕事が高くなるのが気をついてみる。ここは一部道場じゃねえ。どうかお待ちを。足りなくなることはございません。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありませぬ。お急ぎよ。急ぎだ、逃げろ逃げろ逃げろ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。なんてこった、やりやがった。ヒロキ殿、皆を、私は父上を見つけます。いけません、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は、ヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。
小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。失せろクズが。命乞いするなら今のうちに。女房をどこへ連れてっただ。女房は。お願いだ、見逃してくれ。そいつを楽にしてやれ、愚か。こいつらは一体何が望みでこんなことをしておるのだ。仕留めろ命。この向こう水な物の符は誰だ。聞け手玉の、拙者は侍じゃ。ああそうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。切り裂け。切り刻んでやる。ほっ。まだ幼き輪っぱでございます。こいつの命など何の価値もねえ。そこまでだ。ひろきの命になりません。お逃げください。あなた様は守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない。ひろき様、三十郎様をお探しなら戦国この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん、行くぞ。お前はこっちに刻んでやる。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださること、愛子殿が無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ねえ。ボロジュー、首を落とせ。
いつ来てくれるんだい。もうそうしろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早うせい。まだ来るぞ。押さえろ押さえろ。そこで止まれ。頼む。お見送り。赤子をどこへ連れてったんだい。本は放っておけ。壁を登れ。仕留めろ。逃げるな。退いておる。これは先生の行いか。ここにおとどまりを。されど先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。女房をどこへ連れてったんだ。刀か。年葉もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも。参れ、刀さばきを見せてみよう。何もできぬな。うん。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名。恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。困りました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父先生の名を汚すようなことはしませぬ。
妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。プレイステーション。